った。いけるいけるいける、やったぞ。いきます。おら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 。ゲームができないっていうのはやっぱり辛かね。珍しか、アドミンに誰も人来かったばい。めっちゃ珍しかと思う、これだいぶやばいと思う。みんなアドミンにコンボはどこに行っとっとかね。クロスさんがずっと見とるね。殺せた後に殺さんかったね、クロスさん。こういうところで弁当からピョコって出てきて殺されたりすっちゃうもんね。怖か怖か怖か、なんか追っかけてきよるって。おっぶねー、またハッシュかい。ほんでまず最初に、ま、洗いですけど、初動で右行った人を教えてください。5、6に行ってましたよね。トリッピーにユイ、ヒグ、ラカウィさんです。合ってます。で、合ってます。アドミンにいたのがアルトさんとタケオさんと、はい、かな、多分。そう、その2人、うん、いたと思う。サンパイさんとユイさんは、僕はね、アドミンの左下、ストレージの上のタスクの回線やってた。はい。だとすると、俺目線はユイさん、ベッドベイに死体がありました。その直前までアドミン見てました。二人が、一人になって、長時間一人になってて、で、カフェテリアが閉められて、その後、ベッドベイが閉められてってなってたんで、死体隠しを意図を感じました。そこで発見しましたっていう感じでした。アドミン見てたタイミングっていうのは、先ほどさんが自分たちが、タイミングです。あ、なるほど、了解です。そういう意味だと、その右の3人、ゆいさん、トリッピーさん、僕まではほぼ確定無理です。ゆいさんもいるよ、ゆいさんもだから。うん、ゆいさんも。誰がいるっけ、ゆいさん。そう、右が、ゆい、トリッピーさん、ヒグラカフィだから、それ以外。ゲンさんか。いないのは。ゲンさんがいない。あ、ゲン、ゲン、初手右です。ゲン、初手右です。あれ左は、いや、ゲンさんね、初手右いないな、俺視点だと。なかったよね。ゲン初手右上いましたよ。右上か。カフェの右上でタスクゲンさんをやってたと思うけど。はい、カフェか。カフェね。ベコには入ってないってことですか。とりあえず、右抜けしてる人は大丈夫です。で、スナパイさんは僕、アドミン下で目撃してると大丈夫です。その後に閉められたんで。で、アルトさんも大丈夫です。タケオさんも僕の視点だと大丈夫です。うん、僕視点だと多分ゲンさんぐらいしかやれる人いません。なるほど。じゃあ、クロスさんとゲンさんで行動してもらって。はい、でもいいと思います。いいと思う。けど、ちなみにエレクトリカル組とか洗わなくていいんですか？メドベイだったら全然あると思うんですけど。しかも私に2票きれいに入るんですね。これ人狼の2票だと思いますか？トリピ入れました。トリピ入れました。あ、スナッパにも入れたよ。そこの2票普通にあると思いますよ。エレクトリカルに1個しかないから、そこばちゃちゃってやってしまって、この頭の飾り可愛いかな。ほい。どっちから行こっかな。アッパーエンジンから行くか。はい、停電した。ナイス、竹尾さんナイス。スナパイ竹尾。あれ汚染よし。メッドベイはちょっと怖い件入るのやめとこ。スナパイさんがおるな。スナパイさんちょっと怖い件が離れよう。よいしょ。行くか。治ったね。ほい。ぼちぼち一回押しとくか。はい、停電とリアクターなったので一回押しときました。はい、ありがとうございます。はい、特にないです。同じく、はい、うん、まあ動きなかったよね、はい、一応確認するんですけど、1個目のそのクロスさんのその場面整理で、はい、出てきてなかったのが原産だと思ったんですけど、
ゆるねひぐさんはどこにいたんでしたっけ。ゆるねひぐ上ポンです。ロングタスクやってました。トリピー見てます。あ、オッケーです。あざす。じゃあもう。ゆいさんって、さっき、アッシュさんのレポートが鳴ったタイミングって、シールド付近まで降りてました。うん、降りてた。あ、じゃあ後ろにいたのはゆいさんだね。個人的目線で、竹尾さんはもう、白かなって思ってるのが、うんうん、竹尾さんは絶対犯行不可能なのは分かってるんですけど、最終位置っていうか、最終手前ぐらいに僕、エレクトリカルにいるんですよ。いましたね。うん。武雄さんがインポスターで、源さんと相方だった場合、スナパイに塗るかなって思ったけど、武雄さんからその言動が出ないので、武雄さんは白いですね。相方でもないと思います。現です、その、最終位置エレクトリカルの方が容疑者に上がらない理由って何ですか。最終位置ではございません。最終も最終じゃないんですよ、ね。最終でもいい、じゃなくてもいいんですけど、メドベイに発見されたってことは、エレクトリカルとかセキュリティとかの弁当の可能性も十分あるわけでして、私だけ初手右上でカフェテリアに残ったという理由だけで黒くなる理由がよくわかりません。わかりました。源さんに教えしましょう。最終位置エレクトリカルだったのは多分武雄さんです。あ、じゃあ最終位置じゃなくてもいいんです。エレクトリカルで行った方全員です。あ、違います。そう、初めの僕ごめんなさい。アドミンエレクトリカルとセキュリティに電灯はついてなかったです。1人しかベッドベイにしか残ってなかったです、うん、2人が1人になったタイミングで、うんうん、なので僕目線だと源さんになりますっていう話。アドミンにと見たタイミングによりけりじゃないですか、それは。ずーっと 見られてたんですか。ほぼほぼ見てました。それはもう竹尾さんが見てるのかな。もう見てましたね、黒瀬さんは。何回か離れて見てて。まあ、いろいろあるよね。どうやろうな。トリッピーさんは割と白いんじゃないかなって。モットルドバッテンが、治ったね。トリッピーさん足元で死んでらっしゃいますけど、どうしましたこれは。あ、すいません、ロングタスク中です、すいません。リアクターのポチポチやるやつで死んでて、トリッピーさんが足毛にしているところを発見しました。直前の行動として、ヤルネヒグどっから来た。アッパーエンジンからリアクター入らずにロアエンジン来てます。メッドベイにいて、クロスさんとゲンさんがそれを見てて、で、はい、もうリアクター直ったから、そのまま下まで素通りしてった。でビビーとすれ違った。ちなみにそこ、ちょっとちなみに、今トリッピーを見てるっていうのは誰でしたっけ、すいません。あ、僕です、ビビーです。ラワイさんか。クロスさんいました。いないです。絶対いないです。クロスゲンはメッドベイにいましたよ。はい。あの僕の3枚は白で置いてください、今回。なるほど。今回に関しては大丈夫です。なるほど、OK です。わかりました。そうなると、話に出てきてないのは、ゆいさん、竹尾さんとかですか？竹尾は、リアクター鳴った時に、リアクター、何人かいましたよね。で、治ったんで、もう、カフェテリアの方にいましたけど。はい。ゆいさんは、ゆいは、リアクターに向かって行って、ちょうど十字路に差し掛かったぐらいで治ったので、その後、セキュリティのタスク終わった後、最後、アッパーエンジン最終位置です。うんうん、竹さんカフェテリアにいたんすか。いました。いた。あ、あ、なんか扉閉まったじゃないですか。どっち取った、下、上か、上すれ違ってないっすか。配線タスクの方でしょ。んリアクターが終わった後いいって話ですよね、多分。そう上か、そっか。なんするとあ、3人でメッドベイに1回入ってた時に通ってたら分かんないけどね。ああ、うん、多分そのタイミングじゃない。竹尾さんが上通ったんだったら、とりあえず押してもらっていいですか。あ、ゲン押しましょうか。お通側行くか、なりそう。
停電かな、このタイミングになるとしたら。ああ、コムコムズか。遅い。おバグり遊ばされましたね、これは。あかんな。クロストリッピーが死んどるね。はい。じゃあ原産を釣って、まず原産を釣って、ユイさんはないから、アルトユイは白なので、ゲンです。これどういうことですか、うん、トリッピーさん死んでてレポート出てますけど。だからレポート出したタイミングでトリッピーも死んだんですよ。へえ、そんなことあるんだ。それってダブルキルってこと？ダブルキルです。だからクロスさんのレポートをしたタイミングでトリッピーも死んでるから、トリッピーが死んでることになってます。レポートはトリッピーがしてることになってるけど、トリッピーが死んでます。だからダブルキルです。で、多分カフェテリアだと思うんだよな。ゲンさんがカフェテリアにいるはずだから。ボタンを落としてやられたってことじゃない？はい、ゲンボタンを押してました。なんでじゃあ原産しないのはおかしいんで、原産なんの原産を釣らなきゃいけないんだけど、アルトユイがなくて、ね、ラカウィタケオヒグになるんですけど、トリッピーの足元で死んでるのにトリッピーがないから、ラカウィのセルフが考えられるのが1と、タケオヒグに1あるのかな。ユレのヒグは、ユイさんと一緒に下行ってて、で僕はアドミンに行きました、タスクをやりたくて。でユイさんはストレージの下の方に行きました。あ、僕ほぼほぼタケオさんかなと思ってる。原産タケオさんのペアだと思ってるので。それはなんだよ。ユルニヒグオオカミの場合ってトリッピーさんまでは絶対手かけちゃいけないラインかなと思ってて、僕が白取れた場合っていうのは、その死体の前をそのリアクターを取ってるユルニヒグと足元で死んでるトリッピーっていうところに絶対対抗位置を作んなくちゃいけないと思ってるから、うん、かな。とりあえず竹を O2 なんですけど、ラカビヒグの中でどっちか絞れてませんっていう感じです。ゲンさんは確実に落とさないとダメです。あ、絶対落とします。スキップに入れたのはゲンじゃないです。ゲンはアルトさんに入れてます。スキップに入れたのはどなたでしょうね。これボタン押せないんだっけ、押したんだっけ、これボタンも。これ押したよな、ボタンな、確かな。ラカウィ側行きたくね。ラカウィ竹尾が上。竹尾、ラカウィ、ユイ、ヒグ。ユイはないから。ほら、ナイス。はい、押しました。はい、ちょっと さっき、ラカウィさんが竹尾さんですっていう話してたんですけど、僕は誰キルの容疑がかかってるんですか？多分トリッピーのキル容疑がかかってるんで、ね。僕は誰キルっていうよりは、なんだろうな。まず、アルトさんとユイさんってめちゃくちゃ鉄の絆だと僕は思ってるんですよ。鉄の絆ですね。うん、はい、100ありえないと思ってるのと、俺はユルネヒグが、トリッピーさんっていう容疑者を殺すわけがないと思っているし、ちゃんとすれ違ってるんですよね、そのダブルキルが起きてるタイミングで。だから殺してないと思うから竹尾さんになっちゃってるだけで、どのキルが容疑ってわけじゃないですね。ちょっとそれだと薄いと思ってて、まずトリッピーさんをこの殺すか殺さないかは、多分カフェテリアにいた人は殺さなきゃいけないから殺してるんだと思うんですよ。多分そういう意味だと薄くていいなと思ってて、減産で落ちてる想定で動いてるんで、4人の5人の中に1人じゃないですか。で今死体が上がってるのって、3つ分あるわけですが、まあ、4つ分かな、都合4つ分あるわけですが、ダブルキルのうちのもう1個ぐらいしかその残りのインポスターが殺してないと思ってて、そのキルは俺減産だと思ってるんですよ。最初のキルもそうだし、うんうん、その次の、スナパイさんキルもそうだし、トリッピーさんかクロスさんを殺したのもゲンさんだと思ってるんで、
もう薄くていいのかなって今は思ってます。これどうする、どっちかにつく、ちょっとまだタスク終わってないけど、あれだったら武雄さんとかについて行ってみるよ、イルネヒグ。アルトより武雄でいいんじゃないかなって俺思うんですけどね。だからアルトさんとユイさんが一番、あ、そうします。あ、ごめんごめん、ごめん、なんてなんて、アルトさんかユイさんが怪しいやつ一人引き連れて歩きゃいいんじゃないですか。キラ武雄さんじゃないか。アルトさん、投票間に合わなかった、ごめん、うん、それでいい、うん、いいけど全然。誰かついてくるの。動く？おう、はいはいはい。これこっちなかったやけどね。まあそうか。まあそうか。ボタン意識あればいいんだけどな、みんながボタン意識なさそうだな、あの二人。押しとらんよね、確かね。中身が死んどる。ほらー、ヒグさん、ヒグさんがやってるの見ました。武雄さんが今目の前でウィーウィー殺したんですけど、その前にウィーウィーと一緒に武雄さんが一人で歩いてるの見てるので、もうアルトさん殺してウィーウィー殺してっていうか、そうだね、してる。違う違う違う、アルトさん殺せるのってだって武雄さんしかいない。いや、武雄さんしかいない。だってアルトさん離れてったからね。で、今ね、今中道さんがエレクトリカルの下の廊下でやられてるの。お前が殺したんだろ。これしたじゃん、これした。パッションなんだよな。だって目の前で半分になったもん。じゃあ竹尾ひぐでお互いに入れるんで、ゆいさんに選んでもらうって形になるんですけど。竹尾さん投入して。アルトさんの下位じゃちょっと分かんない。アルトさんを殺せるのは竹尾さんでしかないよ。いやだから中道さんとずっと投票してます。あ、違う、投票してました。多分私が武雄さん、アルトさんとはぐれちゃったのか、私がエレクトリカルでタスクをやっちゃったからなんですけど、武雄さんはその後アルトさんとどう行動したんですか。コミュニケーションでタスク1個やってから、シールド行って、で、それで帰ってきて、エレクトリカルの下あたりで、なんだっけな、ロアエンジンの方から、ヒグさんとラカビさんが来たんですよ。で、うん、エレクトリカルの下の廊下に来たタイミングでラカビーさんをヒグさんが殺害してるんですよ。してないです。ストレージのドアが閉まって、で、僕とウィービーが立ち往生してる時に後ろから武雄さんが来てウィービーを殺してきました。そしてヒグさんと、ラカビーさんが直前まで2人で一緒にいたのを確認してるので、うん、そう、ユイさんもいたよね、十字路。うん、でその前にアルトさんは無理だと思う、キルクルタイミング的に。あ、アルトさん、そうなんよ、ありがとう。負けました、うまかった、平和保たれた。どうだ、大丈夫か。よかった、ありがとう、よかった、ありがとう、ありがとう、見ててくれてよかった。結局ユイさんが迷子になってカットインしてるけど笑っちゃったんだよ。いやー、このゲームはトリッピーの最後の力を振り絞ったレポートによるものだ。期待にボタンを押すと同時に。レポート
あれが決まれば、もう2キルとか全然狙えたので。あの選手は動けなかった。かっこよかったよ、トリッピー。僕、俺、片腕持ってかれても絶対にリポートボタンだけは押そう。めっちゃかっこいいじゃん。上半身丸ごとなくなっとるんやが。このゲーム勝てたのはトリッピーのおかげ。さあ、メドベイに速攻殺しに来やがってよ。いや、思いのほか早くやっぱりクロスさんに見つかっちゃって、もう1キルぐらい稼ぐ予定だったので、やっぱお早いですね。完全に見送れてたんで、それは。はい、社長がね。今日はどんだけインポになるんだ。これがラストゲームになりますかね。はい、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 よっしゃ。行きます。大丈夫ですか？今日は。大丈夫です。よろしくお願いします。はい。